こんにちは。なんとマドリード国際映画祭すいません。マドリード国際映画祭第3部門ノミネートされました。こんにちは。なんと愛とニコが第3こんにちは。なんと愛とニコがマドリード国際映画祭3部門にノミネートされました。一つ目はニコ役の阿部桃花さんが助演女優賞にノミネートされました。そして二つ目は愛とニコが作品賞にノミネートされました。そしてこちらにいる愛役の清田美桜ちゃんが主演女優賞にノミネートされました。どうですか、ノミネートされたお気持ちは。でも本当に自分が選ばれると思ってなくてすごくびっくりしてます。本当に今でも信じられないぐらい。でも本当に嬉しいです。ありがとうございます。じゃあみんな、なんかもうだいぶ前の撮影だけど、なんか覚えてるシーンとか印象深いエピソードとかあったら。覚えてるシーンはみんな結構成長期だったっていうのもあって、そのご飯を食べるシーンでは毎回すごく早くその食べるものがなくなって監督が買いに行くっていうのがすごい印象深いエピソードだなって思います。あった。そうですね。あとは、撮影するときは毎回外が雨だったりとかいっぱいありましたね。毎回雨降ってる。みゆちゃんも言ってたけど雨降ってたけど、でもなんかみんなワイワイ楽しくやったので、なんか出来上がった作品が全体的にどんな感じになってるのかすごく楽しみにしてます。そうね、思い出深いシーンね。なんかあの撮影したあの岡さんの家っていう一軒家がめちゃくちゃ雰囲気あってよかったですね。なんかいっぱい木が生えてたりとか、もう草ぼうぼうのイメージだったんですけど、もう本当に数年ぶりにそのスタジオに撮影に行ったらもう全て刈られててちょっと悲しかったです。そう。ちょっと木が生えてた。なんかリニューアルみたいな。じゃあ、何か一言お願いします。最後に。はい。愛とニコがすごいノミネートされたことがすごく嬉しいです。これからもぜひ見届けてください。はい。まだ結果は分からないんですけど、ノミネートされたっていうこと自体がすごいことだと思うので、ちょっと受賞とかもないかなって思ってるんですけど、結果が楽しみです。そうですね、めちゃくちゃメッセージ性とか社会問題とかがいろいろ組まれている作品だと思うので、皆さんに見てほしいです。はい、じゃあ、あ、私あ、そうだね、なんかこう、みんなの成長ぶりがすごく見られたので、なんか私もすごい親みたいな気持ちで見ちゃって、すごい嬉しくなりました。じゃあ、監督はベルリンじゃなくてマドリードに行くみたいなので、その時いろいろお話聞かせてもらいましょう。では。では。さよなら。さよなら。